豊橋松竹映画劇場は愛知県豊橋市花田町にあった映画館。1947年に開館し、2000年に閉館した。戦前に同一場所にあった豊橋劇場近世の吉田は吉田町の城下町や東海道の宿場町として栄え、1889年には調整を施行して豊橋町となった。 1899年3月1日、豊橋劇場が開館した。明治時代の豊橋には、豊橋劇場の他に、篠の目座、朝倉座、宝江座、弥生座などの演劇場があった。大正時代には、映画の人気が高まるにつれて、劇場の映画館への転業や廃業が進んだ。豊橋劇場は、豊橋に最後まで残った劇場だったが、 太平洋戦争中の1945年6月19日深夜から20日未明の豊橋空襲で消失した。この空襲では、豊橋劇場の他に、帝国館、西機館、キネマパワー、花田館、豊橋東方映画劇場も消失しており、一時的に豊橋から映画館が消えている。1947年5月。 花田長石塚の豊橋劇場後にキララ工業が豊橋小畜映画劇場として開館。木造2階建て600人収容。この時期の豊橋では相次いで映画館が開館しており、1945年末には帝国館の焼け跡に第一映画劇場が新船町に第二映画劇場が豊橋小畜と同じ1946年には、 松葉町に大劇が、1947年には松葉町にメトロ劇場が開館している。豊橋電気機動本線の路面電車が大橋2を走っていた。1953年には小畜の直営館となった。1960年には鉄筋コンクリート造り2階建て、地下1階建ての豊橋小畜会館という複合ビルに建て替え、 豊橋小竹と豊橋名画座の2スクリーン体制となった。1963年には地下に小竹ロキシー2階に小竹シネマを開設。豊橋小竹開館ビルはパチンコ店や喫茶店なども備える複合ビルだった。豊橋名画座は東三河地方で唯一 70mm フィルムを上映でき立体音響に対応していた。 1985年には、豊橋名画座が、ピカデリー1に、松竹ロキシーが、ピカデリー2に、松竹シネマは、ピカデリー3に改称し、豊橋松竹と合わせて4スクリーン体制となる。2000年5月に4館とも閉館。跡地には、愛知県信用保証組合東三河支店のビルが、建っている。戦後の豊橋市中心部に存在した、映画館。 ありがとうございます。